本田達次郎から1938年7月8日は戦前日本の歴史学者。山形県立山形中学校長、区内省臨時提出編集局御用係、法政大学、立教大学講師。明治元年4月15日愛知県天郡津島町に七里町兵衛の次男として生まれた。1886年上京して浅草区小島町に住み、 大谷教皇に通ったが、同年高等科が京都に移転したため、教立学校に入学した。1889年第一高等中学校、1895年東京帝国大学国史科、1898年帝国大学大学院に進んだ。1898年、本田忠正会の養子となり、1902年家督を相続した。 1903年5月山形県立山形、中学校教諭心得、12月校長となり、1908年2月22日、辞職した。1908年2月24日く内省、図書寮に出資、5月図書課長、1914年、編集課長となり、1915年3月証券交代後、実録編集主任を任された。 1924年9月15日、徳川時代に、おける産業集築で、文学博士。1926年6月3日、臨時提出編集局御用係となって、明治天皇記編纂に携わり、1933年、完成し、7月29日免職となった。8月24日、聖音位、君さん等。 1933年9月法政大学、立教大学講師となり、9月24日から10月28日まで、河北探空、天津、北平、満州国大連、旅順、武順、法天、新京、吉林、朝鮮平壌、京城、金剛、慶州を旅行した。1936年9月体調不良により、大学を辞職し、 1937年10月18日長男生、一二家徳を譲り、自身は、娘親子、久子と、大森区久原町913番地に分家した。1938年5月1日を患い、病床に不死、7月8日午前9時20分死去した。10日自宅で葬儀が行われた。法名は、町院釈上閣。ありがとうございます。